ワンピース海賊無双3。麦わらたちの冒険の記録がここにあるらしい。ぼちぼち。サンジを仲間に加えたルフィたちはメリー号と共に姿を消したナミを追って彼女の故郷ココヤシ村を訪れていた。かつて戦災孤児だったナミは元海兵の養母ベルメールによってこの村で大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常は一変する。魚人海賊団を率いるアーロンは村の人々に上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束を信じ、魚人海賊団の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ。以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが、もう少しだよベルメールさん、もう少しで何もかも帰ってくる。ココヤシ村もみかん畑も長かったけど、1億ベリーまで残りあと700万ベリー。今の私ならあと1回後悔すれば必ず手に入れられるはず。あとたった1回の後悔で全てが返ってくる。アーロンから解放されるんだ。ベルメールさん、そしたら私、やっと。アーロン！おお、どうした我らが有能なる測量士よ。血相を変えて。あんたが手を回した海軍が、私のお金を奪いに来たわ。お金の上の約束は死んでも守るんじゃなかったの？守るぜ。とぼけるな！お前が海軍に私の金を。俺が約束をいつ破った？言ってみろ。ルフィ、何を、何も知らないくせに。うん、知らねえ。あんたには関係ないから、島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、
いつ。くそ、俺たちじゃかなわねえのか。村の連中がやべえな。あっちを片付けとくか。ナミさんを泣かせるような奴らは一匹残らず下ろしてやるぜ。あっという間に野郎だな。俺は司令塔の役を引き受けるぜ。本当はお前らに任せたからな。それよりアーロンのところに行かねえと。両方たちよ、さらに人間どもに巨人がどれだけ優れた種族か教えてやれ。奴ら水路を使って移動してんのか。これじゃ手が出せねえぞ。せー水中で呼吸もできねえとは哀れな生き物だな。なっ、なんちゅう強さ。ナミはかわいそうだと思うし、力を貸してえ気持ちは山々なんだが、死ぬのはちょっとパスだ。このままとんずらこかせて。もね、今ここで全力で戦わなかった俺にあいつらと同じ船に乗る資格なんてあるはずね。男ウソップ逃げるわけにはいかねえんだ。見てろよ、俺は戦うぞ。嘘じゃねえ、本物の勇敢なる海の戦士になるために。もうのんびりと楽しいだけど快速ごっこは終わったんだ。お、頼もしいな。実は向こうに水路の水を止めるスイッチがあるんだが。よし、俺が引き受けた。大丈夫だ。任せろ。ポンド砲。
り星。俺だってやりゃできるんだよ、見たかこの野郎。三刀流奥義参戦世界。やるじゃねえか、これで先に進めそうだ。三刀流奥義参戦世界。ナミか、何しに来た？あんた、殺しに。殺しに？シャーお前が俺を何度殺そうとした？結果俺を殺せたか？俺はこれからここにいるお前以外の人間を全員ぶち殺すことになるわけだな。お前がまた俺たちの仲間として海図を書くというなら、ここやし村の連中だけは助けてやってもいい。ナミ、お前は俺の仲間か、それともあの海賊どもの仲間か？そんな、ルフィたちの仲間だといえば全員が殺されて、アーロンの仲間だといえばみんな助かる。私の一言でみんなが、でも私は助けてくれると言ったあいつらの言葉を疑いたくない。ごめんみんな、私と一緒に死んで。成功したところで貴様らの運命は微塵も変わりゃしねえぞ。敵の援軍が止まらない。陸路を使って裏から攻めるのよ。この感覚を待って。よし、援護は俺に任せろ。三刀流ゴムゴムの行儀は悪いな、アンチマナー。ボンドフォー行け。村の連中を守るのを忘れんなよ。行け。三刀流奥義参戦世界。何がしていいのかは分からねえけど、あいつらに勝手な真似はさせるな。速くやるぞ。三刀流奥義
ロンさんが相手をするまでもね。俺が片付けてやるぞ。足場は固まったな。ぼちぼちアーロンをぶっ飛ばしに行こうぜ。ベルメールがナッチャンをかばって死んでから8年、ついにここまで来た。アーロン、ナッチャンは俺たちを救うためにずっと一人で戦ってきたんだ。これ以上背負わせることはできない。村人全員いつでも戦う覚悟はあったんだ。やるぞ。おお、今度は俺たちがなっちゃんのために戦うんだ。勝てなくても俺たちの意地を見せてやる。見てて、ベルメルさん、私必ず村のみんなを自由にしてみせるから。この水路はスイッチが3つあるの。全部壊さないと中には入れないわよ。俺たちが敵を雑魚どもを食い止める。その間に何とかしよう。やれ、敵をぶち殺せ。
よし、一つは俺に任せろ。じゃ終わらねえからな。
なんで勝てねえんだ。刀3本のお前が刀6本の俺にかなうわけねえのに。そいつは大きな計算違いだな。3本でも俺とお前の剣の1本の重みは同じじゃねえよ。重みだ。こう見えても俺の剣は1本300キロ、お前ら人間の剣より重量感はたっぷりなのだ、この野郎。バカには返す言葉もねえよ。バリーガー、てめえは眼中ねえ。アーロンってのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。うちの航海士を泣かすなよ。俺はお前をぶっ飛ばしに来たんだ。おざき、加藤氏族、俺とてめえらと生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。もういい、モザイクはなしだ。バカで非力で愚かな種族な人間だ。てめえに何ができる。何もできねえから助けてもらうんだ。俺は剣術を使えねえ、航海術も持ってねえし、料理も作れねえし、
嘘もつけねえ。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。せてめえの不甲斐なさを全面肯定とは歯切れのいい男だよ。てめえみてえな無能な男を船長に持つ仲間たちはさぞ迷惑してるんだろう。そんなプライドもクソもねえてめえが一線の船長の器か。てめえに一体何ができる。お前に勝てる。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ潰してやる。次の馬なかなかてめえらの時に落とせるアーロンパークじゃねえぞ。クライアント鬼と行くぞ。この感覚を待って三刀流。行儀は悪いな。殺殺ゴムゴムのキャノン。ゴムの方三刀流奥義やっとあいつを助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るなんで加藤種族はゴムゴムの炎。うわうわうわけど、やっとみんな自由になれた。いいじゃねえか。